装が降りてきたと話していました。どちら明日夜9時県で昨日講演した安倍総理、あるサプライズが飛び出した。事業規模で28兆円を上回る総合的かつ大胆な経済対策を来週取りまとめたいと考えています。突然28兆円規模の経済対策を発表。実はこのサプライズ、日銀に追加緩和を促すプレッシャーとの見方も。その前の日には麻生財務大臣も年率 2% という目標の実現に向けて努力をこれまでもやっていただいてますけど、引き続き最大限の努力を続けられるかというところを我々としては期待しているところなんですけど、さらに石原経済再生担当大臣も昨夜の BS 富士の番組で、政府と日銀は一体感が必要だと発言。政府の主要閣僚が追加緩和へ外堀を埋めた形だ。追加緩和へのプレッシャーが高まる中、専門家の見方は。経済状況、物価状況から見ると、今すべきだとか、そういうタイミングだと思うんですね。もう一度そのアベノミクスの再始動みたいな、はい、稼働みたいなものを今政府の一員で一緒にやったというふうな評価になれば、少しマインドが変わる可能性があると思います。一方、企業経営者は追加緩和の必要性をどう見ているのか。日銀の追加の金融緩和みたいなことが必要だと言っていらっしゃいますでしょうか。もうこれからは円安になってくれるんですね、それなりに多くの企業がそのメリットを得られる。ありがたい援護作業だとは思います。その追加緩和期待結構高いんでね、追加緩和しないと円高の方向に振れるんだと思うんですけどね。今年の2月頃からなんとなく追加緩和執行の時に振り場がなくとかだ、お金が循環しなくていうようになると、我々のところにも余力が来るな。しかし日銀がどう出るのか読めない部分もあるという。過去の緩和がどこだったのか、市場から見ていると全てサプライズでやられてるので、これだけ追加緩和が見えているという状況を考えると、過去の黒田さんからすると逆の方向の動きをされるので、追加緩和なしというのもあり得るのではないかと。すでにマイナス金利まで導入した日銀には追加緩和の手段は限られる。市場では本当に緩和が決まるかわからないとの見方も広がり、今日の日経平均株価は下落し、取引を終えた。今日のコメンテーターは学習院大学教授の伊藤元重さんです。よろしくお願いします。追加緩和を期待する声も上がっていましたけども、どうなんでしょう、今の経済状況で追加緩和必要ですか。冷静に考えるとね、この段階でですね、やるというよりは危ないんだと思うんですよ。そうするとやっぱり、ウェブの上のことを作っていきたいので、市場。山根
容疑者が卒業院に関わった医師らからの聞き取り調査を今まで始めたんですね。例ではその時は、まあ、この中でもあの VTR の中でも言われてますけど、やっぱりあと残されてやれるのは医療限られてると思うんですよ。これ以上の病的緩和してもらってもらえますけど、ということはそれをちょっと今の段階出してしまうと、まあ、年の後半もですね、まあ、例えばジャーナリストだとか進行とかね、世界的な影響が大きな不安があって、まあ、全然残らなきゃいけないんですけど、まあ、どこか時にやっぱり対応する手段が必要だと思います。冷静に考えれば、最後とは何かね、サプライズのプロなんですね、分かりませんけどね。ただ、マーケットの期待感がこれだけ高まっている中でしないと、ネガティブサプライズというか、まあ、前回ね、それがあったわけですけど、前回に比べたらネガティブサプライズじゃないんですけど、前回はかなり多かったんですよね。やろうと期待して、いや、なんか急に円高になっちゃったんですけどね。今回同じような、まあ、今日関東甲信地方も梅雨明けとなりました。いよいよ夏のレジャーの季節です。今年は贅沢なキャンプを楽しむグランピングの人気がますます高まってきています。さらに番組が注目しましたのはグラマラスな海の家です。一体どんな海の家なんでしょうか。千葉県香取市、農園をテーマにしたリゾート施設のザ・ファーム。バーベキュー場や宿泊できる14のコテージのほか、最大の特徴は敷地の4割を占める4万平方メートルもの広大な農場です。収穫体験もできることが人気で、3年前のオープン以来夏場の予約はほぼ満員です。予約が追いつかず、敷地の森の先に新たに作ったのが来月1日にオープンするグランピング施設です。16のテントが設置されていました。ゆったりくつろげるハンモックに、テントの中には4人までが泊まれるベッド、ライトなどの電源も引かれていて充実の設備です。テントのそばにはなんと水田が。まあ、お客さんに収穫体験していただきますが、まあ、そのまま食べてもいいですし、あとはあの近くの酒蔵と一緒にですね、あのドブロク作りもですね、やったりもしようかななんて企画しています。さらにワイヤーで森を滑り降りるジップスライダーも体験できます。2人以上の利用で1泊およそ2万7000円から。運営するのは農業法人の和合園です。贅沢にアウトドアを楽しみたい客が増えていることからグランピングに乗り出したといいます。大半の人はやっぱりキャンプには興味あるんですね。いろんな道具を